デストラクター機雷はアメリカ海軍が装備している航空機搭載爆弾を改造した地雷、機雷兼用兵器。外付けのキットを爆弾に装着することで地雷と機雷両方の能力を有している。デストラクターから DST と略される。後継のクイックストライク機雷についても説明する。なお海上自衛隊はデストラクター機雷を装備体系に加えている。 デストラクター嫌い通常の航空爆弾にマーク75デストラクター改造キットを装着することで地雷、もしくは鎮定嫌いになる。このキットは爆弾頭部の空間には、新艦と動爆薬を、底部減速装置の空間に観応装置を装着する。使用される爆弾はマーク80シリーズで、それぞれマーク82はマーク 36DST、マーク83は、 マーク 40DST、マーク84はマーク 41DST となる。爆弾のサイズに関わらず使用される改造キットは基本的に同一であるが、投下後の減速装置はそれぞれの爆弾サイズに応じたものを必要とする。これらは航空機により付設されるが、地雷としては投下されたものは衝撃で地中深くに埋設され、機雷としては河川の加工や 沿岸域といった先進度に投下され時機関をにより起爆する。また DST115A という種類もあり、これは機雷としてのみ使用され航空機と水上艦により付設される。このデストラクター機雷は第三次中東戦争でイスラエルがベトナム戦争ではアメリカがハイホン湾に付設している。クイックストライクシリーズはデストラクターシリーズの後継で、 同じ航空爆弾を用いており、マーク82を使用した場合は、マーク62となり、以下マーク83はマーク 63, マーク84はマーク64となる。デストラクターシリーズとは異なり、地雷としての機能はなく、その代わりに、水上艦、潜水艦の双方に対応する、沈底機雷となっている。ペーブーウェイや、イダムなどの誘導爆弾と同様に爆弾に喫痘。 装着するだけで済み、デストラクターシリーズより簡易な構造になっている。1983年に正式化されたマーク6 5は爆弾転用型でなく、また時期、振動、水圧の情報を複合的に捉えることができる目標探知装置を備えている。また、底部の原則装置はマーク1 5スネークアイフィンだけでなく、バリュートも用いられているが、 マーク64.65はバリュートのみを用いている。2014年からは JDAM のシステムを移植して GPS 誘導により精密施設を可能としたクイックストライク J と JDAMER の主翼を追加して有力グライダー化し射程を伸ばしたクイックストライク ER がテストされている。これらの強化型は基本的に JDAM の運用できる機体であれば特に回収なしに。 使用することが可能である。要目、ありがとうございます。